では例章です。20文字ですので、ちょっと横広の感じになりますね。思いっきり潰して書いてみましょう。
まあ、ちょっとここら辺がかすれが欲しかったところですが、にじみとかすれをまあ効果的に、出そうかなと思って書いてみたんですが、まあ、これ表現ですのでね、安定した墨量で書いても構いませんし、まあ、全部かすれだけっていうのもね、ちょっとカサカサした感じになっちゃうんですが、まあ、いろんなこう表現を試してってことも大事ですのでね、いろんなパターンで試してみて、書いてみてください。